We are Ebisuya, the biggest rickshaw company in Japan. So I'm doing this job about over 12 years. 12 years? Yes. Oh, so the company started 12 years ago, this? No, actually company started about 30 years ago. 30 years ago? Yeah. Oh, very long. Yeah, very long history from Kyoto. From Kyoto? Yes. So you started from Kyoto? Yeah, I started from Kyoto. Great. Yes. Thank you very much. And where else you have this rickshaw company? Oh, branches. Yeah, branches. We do have Hiroshima and also Kyushu, Oita Prefecture, and also we have two branches in Kyoto. Kyoto. And also Kamakura, and Hokkaido. Hokkaido. 10 branches. Oh, that's amazing. Yeah, thank you very much. All right, thank you very much. You're welcome. Yeah. Okay. And enjoy your journey. Okay. Yes. Thank you very much. You're welcome. All right. Jaisaki-san, onegaishimasu. All right. では閉めますか。オープンカーできますか。オープンはどこでいいと思いますか。このまま。はい、かしこまりました。じゃあ持ち上げます。はい、お願いします。本日石崎が担当します。よろしく願いします。水木です。水木さん。はい、よろしくお願いします。じゃあ12、3分後以降に花屋敷の方に到着させていただきます。はい、お願いします。今日はそんなに寒くないですね。そうですね、今日はちょうどいい。はい。どちらからお越しなんですか？僕は実は日本に住んでいますから、はい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 。そう、ジンジャーが何回も乗ったことがあります。ジンジャー、はい。そう。日本にはどのくらい住んで、長く住んでる？そう、長さはもう5年ぐらいです。あ、5年も。5年、そうそう。長いですね。そうですね。え、浅草の近くに住んでるんですか？あ、そんなに近くないです。新宿の周り。あ、はい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 、はい、そう。水木さんですか？すみません。はい、水木です。水木さんはこの仕事はどのぐらいですか？私はデビューして半年ぐらいです。まだ。あ、半年ぐらいですね。はい。
綺麗なお店ですね。ピーちゃん、閉店すると目が閉じます。あーピーちゃん、サンリオのキャラクターなんですけど、はい、実はあの薬屋さんの犬もサンリオ仲間なんですね。あおすごい。この通りはお芋屋さんがたくさんあります。お芋のスイーツ がお芋はお好きですか？そう、好きです。好きな日本食とかありますか？日本食べ物、はい、基本的には全部好きです。美味しいです。あ、好き嫌いなく。そうそう、あ、そうなんですね。いろいろな食べます。たくさんあります。でも日本の食べ物は多分もっと美味しいです。本当に本当に美味しいです。何が一番好きですか、日本の食べ物？私は納豆が大好きです。納豆、はい、すごい。納豆とご飯一緒ですか？あ、ご飯一緒に食べます。そう、美味しいです。私も好きです。毎週何回仕事しますか？これは私は結構土日週2ぐらい。週2ぐらい、はい、やってます。あ、こんにちは。どうも、ちくわ。ちくわ大好き、帰ってきたちくわなんです。このちくわを使ったショートコント、ショートちくわ。すごい。鬼滅の刃の聖地。あ、すごい。今日も新しい映画はできたんですか？ネットフリックスで。浅草、名前忘れちゃった。浅草、新しい映画の名前は今ネットフリックスで多分。あ、浅草キッドですか？そう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 。あ、そうですね。今日からですか？あ、でももうそろそろですね。あ、もうそろそろ、はい、もう見ましたか？いや、まだ見てないです。まだ、はい、鬼滅の刃とかは見てました？そう、見ました。そうなんですね。すごいですね。みんなキャラクターとかいるんですか？そうそう、いるな。好きなキャラクターとかはいるんですか？好きな、全部好きです。日本のアニメは本当に素晴らしい。デザインは本当にかっこいいです。他にどんなアニメ 見たんですか？アニメは最近は鬼滅の刃です。でも昔たくさんいろいろなアニメを見て、昔のアニメは一番好きなアニメはセイントセイヤ。ああ、はいはいはい、知ってますか？いや、見てはない。まだ見てないです、はい。今日はすごく混んでいます、本当に。この辺の商店街はホッピー通りと呼ばれていて、はいはい、お昼からお酒が飲める。そうそうそう。こんにちは。お酒楽しんで。
ありがとうございます。帰った方向ここに飲んだことがありますか？ここで、そう、あ、私まだないです。まだないです。はい。お酒は結構飲みますか？そう。最近そんなに飲まないです。でも飲みます。ビールとか。ビールとか日本酒とか。何が一番好きですか？お酒は。お酒まだあんまりそんな飲めない。ああ、はいはい。神谷バーは行きましたか？どこで？浅草の神谷バー。神谷バー？はい。忘れちゃった。どこですか？神谷バー。あの雷門の通りにある。ああ、そう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 。そう、来ました。電気ブラ飲みました？それも、そう、飲みました。ですか？私、電気ブラン二口で、はいはい、ちょっと、あー、ダメだってなりました。味が強いですから。味が強い。そうですね、味が、それは。ちなみに、今は勉強中ですか？今はそうですね。大学で？はい、大学行ってます。何を勉強しますか？都市創造学部っていう学部で、はいはい、社会学とか。社会学とか、はい。おー、すごい。難しいですか？難しいです。花屋敷、日本で一番最初にできた遊園地です。ああ、一番できた遊園地、一番古い遊園地。ああ、一番古い遊園地。植物園が動物園になって、動物園が今遊園地になってます。はいはい、アメリカから持ってきたんですけど、その時1個ネジが余ってしまって、はいはい、その時のネジがあそこのネジになります。あ、写真は、うん、実際のネジが。あ、そう、はい、今はでも外れたまま、そのままあの何の問題もなく走っております。ありがとうございました。じゃあちょっと降りる準備しよう。はい。はい、ありがとうございます。少々お待ちください、はい。
だけなんですか。ジャパンエクスプローラーを買えば英語でジャパンエクスプローラーエクスプローラーはいはい、はい、ありがとうございます。領収書で2つあの優待券なんでまた乗るとき使ってください。はい、ありがとうございました。アンケートもお時間あればお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとここに写真撮っていいですか。はい、もちろんです。楽しかったです。ありがとうございます。はい、バイバイ。ありがとうございます。
あ、小さい。